やってる間はね、どんどんあの変わってきます。あの商品とか、あの価格書くこととか、あとなんかコメント入ったりとかすると、あの嬉しくなってね、ちょっと変えたりとか、よくいつも見てますね、このあれとか。なんだったら、やっぱ猫好きでよかったな、再確認したりとか。全然反応なかったら、ちょっとまた猫じゃなくて、スノボにしてみるとか。なんかそういう感じで、どんどん変えてやってみてください。とりあえず、バシッと、ちょっと考えてみます。決めちゃって、ちょっとね、あの時間がなくなってきてしまっているので、プロフィールの作成に、このまま、この流れで入っていきたいと思いますけど、結構あの共通するんで、プロフィール。ここでタイトルを決まりました。まあ、決まってなくてもいいですけども、プロフィールを書いてる間にタイトルを決めていくっていう方法もありますので、一緒にちょっとやってみてください。ラーメン二郎好きな20代、大会系男子。で、プロフィールの書き方、ちょっと今、話しますので、ちょっと聞いてください。プロフィールなんですけども、これでね、あの決めたと思います。まあ、決めてないと思いましたかもしれませんけども、これで来た人が共感するようなプロフィールです。先ほどもちょっとあのおっしゃっていただきましたけども、東北でしたっけ？で、東北の良さとかを書いたりとか、東北で過ごした自分の生い立ちの部分とか、ということを書くと非常に共感されます。基本は共感を生むことです。あの前回のね、あのセミナーでも言いましたけども、共感をすると反応してくれます。基本的には。だから私で言うと、よくコメントだったり問い合わせが来るのは、あの共感できましたっていうね、あの元料理人ってところで共感してもらったりとか、あのラーメン屋だったっていうところで共感してもらったりとか、あとは昔ちょっと不良だったみたいなことを書いたりとかすると不良な人が結構共感してきたりとかしてくれます。逆に私もそうだったんですけども、そのね、またあの話出しますけども、その米沢翼とかね、人が元暴走族とかいうプロフィールに僕共感しちゃったんです。そういうのはね、かなり効きます、プロフィールっていうのは。だこれを詳しく書けば書くほど集客できます。そしてアメブロっていうのはプロフィールっていう欄があると思うんですけども、アメブロっていうのはプロフィールのページが SEO 上上に来る可能性が非常に高いです。だから私で言うと大島良平って検索すると、まずプロフィールが一番上に検索エンジンが来ます。それぐらいすごいです。で、私のお客さんとかコンサルの方とかもみんなプロフィールが上に来ます。だからトップページ見られる前にプロフィールから見られる可能性が非常に高いですよ、アメブロっていうのは。なぜか知らないですけど、だからプロフィールにこだわってください。でもなんかありませんか、その徹子の部屋とかで、あのわけわかんない、ね、あの芸能人の方が出てても、なんか過去の話とかされてなんか共感するとかあるじゃないですか。なんかプロフィールを知って初めて、なんか今までは全然興味なかったのに、プロフィール聞いたからちょっと気になって、それが好きになっちゃって、なんか出てる番組チェックしたとかするじゃないですか。まあ、あと情熱大陸とかね、ああいうなんかそういうのあるじゃないですか。そういうの見るとファンになりますよね。あ、そんな過去があったんだ、最初から成功しなかったとか、最初からうまくいってなかった過去とかっていうのをやっぱり見ると、あ、なるほど、私もできるかもとか、私もそういう時期があったとかってなると、ちょっと気になってくるんですよね。そうすると記事とか読んでもらえます。で、そこでトップページに来てもらって、タイトル、先ほどありましたね、このタイトルがあったら、あ、この人その上が好きで、どこに住んでて、で、なんかカフェ会の感じでやってるらしいと、あ、そういうの私も最近ちょっと起業したかったしみたいなってなってきて、で、なんかカフェ会やってるんだとして行くとか、で、一番下に、記事の一番下に、この後も、まあ、お話しますけども、よかったらこちらから、カフェ会を来てくださいとか、よかったら私とお茶しましょうみたいな感じで書いて、最後そのリンクに入力していくと。そうすると、最初はね、ノリで、なんか、猫好きって検索したら出てきて、最初ノリでなんか見て、プロフィール、なんか、
なんか私似てるなって思って、で、似たりどん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 記事を読んでいって、で、サイトを読んでいって、記事を読んでいってってやると、ちょっと興味が出てきて、で、よく更新し始めると、こうやっぱなんか意外と見てるんですよ、みんな。僕のブログとかもね、最初、全然ビビなかったですけども、意外と見てます、みんな。まあ、Facebook とかもそうだと思いますけども、Facebook ってね、特にみんなよく見るっていう媒体なんで、僕も、まあ、今友達、4000人ぐらいいるぐらいいるんですけども、アップしてなんかセミナーとかでね、一緒に行って、まあ、懇親会とか行ったりとかすると、この前なんかどっか来ましたね、あります。本当にこの前の肉美味しそうでしたねとか、ちょっと話しかけたりしたりします。それぐらい意外と見てる。確かに最初は見られないかもしれないし、そういうふうにね、どうせ見てくれないと思うかもしれませんけども、意外と見てくれるっていうような意識で、まあ、ちょっと芸能人になった気分でね、プロフィールも作ってほしいと思います。で、プロフィールの一番の作り方が重要なのが、まあ、よく言う V 字曲線。これが一番有効です、プロフィールっていうのは。昔はこうだったけど、今はこうです。浮き沈みが激しい方が面白いじゃないですか。前に一回いたんですけども、めちゃくちゃ高学歴の方がいて、家も裕福だった方、大阪したことあるんですけども、プロフィールめっちゃ時間かかりましたね。普通っていうか、もう順調に行きすぎですね、ずっと。ずっとこうだったんですよ。中学から高校から小学校、中学校、高校、大学、全部エスカレーター式の、学校で、エスカレーターかわかんないですけど、でなんか全部もう何にもこう沈みがないっていうか、そうすると結構、プロフィールさん大変なんですけど、ある程度苦労した人の方が作りやすいですし、だからいろいろなんかね、そう企業感覚とか絶対失敗とかしてるじゃないですか、一回は。そういうところを聞くとなんかああとか思うじゃないですか。だからそういうのをない方はあえて作ってください。そうすると共感されます。どんな些細なことでもいいですけども、一回落としてください。まあ、でも今はね、セミナーとか参加しているんで、今はカフェ会をやっていて、最後ちょうどプロフィール作成の時間になりました。じゃあプロフィールをどんどん作成していきましょう。はい、まあ、以上でね、今話しましたけども、だから私のところはここでいいです。ゴールはここです。今はもうプチ起業しましたぐらいの勢いです。最後プロフィールにします。今は、まあ、いろいろね、セミナーだったり、いろんなビジネスをこういろいろ聞いて、で、まあ、なんか取り組んだものもありますし、で、失敗したものもありますし、騙されたことがあるかもしれない、余計にお金を使ってしまったこともあるかもしれないですね。1万円のセミナーに行ったけど、全く身にならなかったこともあるかもしれない。あとは、本を買って、いっぱい本を買って、参考書とかビジネス書を読んだけど、こう実際ね、そこで、まあ、何十万も使ったり、何万円も使ってるけど身にならなかったこととか、あとは、そうですね、アルバイトでもいいですし、社会人になって苦労したことでもいいです。上司がムカついたとかね、そういうのも全然です。赤裸々に書けば書くほど共感するんです。だから私のプロフィールで言うと、中高の時は結構やんちゃなことをしてて、警察に捕まってとかしましたみたいな書いてあります、最初から。で、それで、なんか僕クラブで DJ とかやってとか、パチスロで整形体操の時があったんですけど、そういうのを赤裸々に書いてるとめちゃくちゃ共感されるんですよ。あ、僕もパチスロで稼いでる時ありましたとか、僕も DJ やりましたとか、クラブめっちゃ好きでしたとか、まあ、同世代でね、私28ですけども、28歳の、まあ、結構ね、クラブ系の、まあ、前世紀のちょっと前ぐらい、ちょっと後ぐらいなんですけど、その年でクラブめちゃくちゃ行った人とかにめちゃくちゃ共感されます、ね、やっぱり。ちょっとメッセージが来た時に、私はそうでしたとかなります。なんかスキルラに書いてます。私のプロフィールを書いてるのも、まあ、そういうことも書いてあって、で、まあ、20代の時に、21か。21の時に、このままじゃダメだと、まあ、遊びほうけてたんで、そうやって DJ やったりとかして、チャ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 してるんで、
髪の毛白髪の時もありましたし、そういうのもなんかあって、でも今聞くと、ああって思いません？結構、ああ、なんか そんなことあったんだみたいな、まあ、誰かしらに刺さったりするんですよ、そういうのって。ああ、私も確かにクラブ行ってたわとか、あ私も DJ やってたわとか、あなりたか DJ なやりたかったっていう人とかも来ます、そうすると。なんか憧れてました、すごいですねとか。で、僕の場合はそれをやって、21ぐらいの時にこのままじゃダメだと思って、料理の道に進んだんですね。最初は食やってその後ロッコンビのクレーンやってでその後ラーメン屋やったんですけど、まあ、ラーメン屋でね結構出世して、まあ、24、5年でしたけど、まあ、それで学歴もなくて、年収700万ぐらいなんですよ。そういうのも抱えたりとかすると、共感されたりとか、まあ、あとは、スマートですね、私の場合は、すごい自信がついて、マネジメントとかね、リアルランクとか、まあ、店舗、2店舗ぐらい、立ち上げやって、立ち上げやったりとかしたんで、それで自信がついたから、起業したくなったと。実際、働いてね、従業員の時は実力があっても出世しきれない部分があるじゃないですか。どうしても年功序列のところもありますし、使えない店長の下でね頑張らなきゃいけないこともありますし、そうするとやっぱり自分でやった方がいいな、リスクあるけどもやりたいことがやりたいと起業したいなと思って、思い切ってバイトに切り替えたんですね。私もで、時間なかったらね、やっぱりラーメン店長とかって1日16時間ぐらい工作されるんで、勉強する暇もなかったんで、そこで辞めて、IT ベンチャーのアルバイトを始めて、で、帰ってきて、まあ、8時間ぐらい、今日は15万ぐらい下がりましたけど、まあ、その分勉強して、で、1年、実際経たない、10ヶ月ぐらいで独立したんですね、まずは。会社作ってないんです、その時は。作ってませんけど、そこで独立して、まあそういう感じの流れを言うと、ちょっと、ああ、なるほど、あそんな過去があるんだみたいな、そういう過去書いてくださいって感じです。まあ、ない方もいらっしゃるかもしれませんけども、あえてちょっと自然を作ってください。こんな私でもできましたっていうところが一番、共感を見ます。一番恥ずかしいところなんです。慣れないと、慣れるまで時間かかるかもしれない。こんな私のプロフィールは誰が読むのって思うじゃないですか。でも読むんです。読むから、はい、頑張ってくれます。
カフェが好きなんで、もっといろんな人とであのじゃあお茶したいですとか、あの一緒にあのカフェ開拓、カフェ開拓しましょうとか、カフェ巡りしましょうとか、まあ、そういう落としどころにしているっていう。あと昔の自分を思い出してみてください。こういうセミナーとかで、ね、あの来れなかった時の自分とかを書くとするんですね。あの意外とですね、あの先ほど言いましたけれども、自分はそこまで大したことないと思っていたとしても、自分が当時何も行動できていなかった時の人っていっぱいいるんですよ、実は。あの思い出してほしいんですけども、まだ何にもセミナーとかにも行ったことない時の自分のに向けて書くみたいな感じだと結構響きます。私たちがターゲットにしているのは普通の人ですね。本当だ、ただ、働いていて、普通に働いてて、まあ、ちょっとつまんないな、ちょっと人生みたいなぐらいの人です。ビジネス書も読んだことない、セミナーにも行ったことない、動画とか、あのね、学んだりとかもしたことない、自己投資したことないっていう人に向けて書きますから、どんどん出していってほしい。私も行動できなかったけど、今はこういうカフェ会のね、なんかこういろいろやってて、いろんな人脈ができて、これからも進めるんだなと思って、やっぱり人と交流するのはね、すごいいいことだし、何も行動していなかった時より全然いいと思っているから、どんどんそんなものを増やしたいみたいな動機を最後に持ってくると非常にいいです。で、これが完成すると普段の記事も毎回それにすればいいです。楽です。まあ、全然関係ないことを書いたとしても最後は結局そこに行く。その仲間を増やしたいとか。何もやってなかった時の自分みたいな人をこうなんか、ね、救ってたらですけど、まあきっかけを作ってあげたいとか、そういう思いで今活動してます。